はい、ジャミさんおはようございます。今日私の東京都知事選挙立候補の記者会見にお集まりいただきましてというのは全くの冗談でございますけども、まあ、後ほどその点もお話しさせていただくとして、政務としてはまあ政治改革についてご報告させていただきたいと思います。まあ、昨日参考人質疑まで終了いたしまして、今日の政調会でもさまざま話が出ましたけども、まあ、一部報道ではまあ自民党と公明党が合意をしたと、政策活動費の歩み寄りで合意をしたというようなことも報じられております。で、報道ベースによれば、まあ、大まかな時期を記載するということと、まあ、材木をもう少し細かくするということで合意したということなんですが、全く話にならない内容であるというふうに思います。やはりこれただただ時期を記載するだけであるとか、その債務をちょっと細かくするということでは、これチェックができませんから、結局領収書そのものがどこにも保管されていない、第三者のチェックも入らないし、まあ、将来的なものまで含めて公開がないということでは、これはチェック機能が働かないし、使途公開というものに値しないというふうに私たちは思っています。で、我々日本維新の会としてはですね、この領収書は10年後に公開するというような独自案も出させていただいておりますので、本日午後2時10分からだと思いますけども、藤田文武幹事長が記者会見いたしまして、この議論をしっかり加速していく、そして維新のこの独自案を披露する、実際に運用するとどういったイメージ、10年後にはどういったものが出てくるのかということを皆さんにお示しするために、今日の午後実際の領収書、昨年使った2023年ですかね、11月12月の2ヶ月分、大体600万円から700万円分ぐらいになると思いますけども、この領収書をですね公開させていただくという予定でございますので、これは今の自民党公明党の政策活動費の妥協案では全く不十分であるということとともにですね、皆様にこれはぜひ領収書を公開していただきたい。これは与党に対してもそうですし、立憲民主党さんであるとか国民民主党さんも過去に使った領収書あるでしょうから、まあ、そしたらぜひね議論のためにですね公開されてはどうかということもですね、我々としては呼びかけていきたいなというふうに思っております。で、関連してですね、報道で、まあ、ご本人も認めているようですが、まあ、裏金でもらったキックバックのお金を自分の政党支部に寄付をして税控除の管理を受けていたということが報じられておりました。で、これ私個人的に、ね、実は都議会議員の時から非常に問題視をしておりまして、当時やっぱり東京都議会議員の間でもですね、自分の所得、まあ、お金を自分の支部に寄付をして税控除の管理を受けるということが横行していたというふうに記憶をしております。で、これ何が問題かというと、国会議員であればまだしもですね、国会議員でも私は不適切だと思いますけども、まあ、国会議員であれば自分で入れたお金というのは、まあ、1万円以上領収書公開で少額開示請求がありますから、まあ、好き勝手にあまりにも好き勝手に使うということはできないと思いますけども、地方議員ですと5万円以下は公開義務がありませんの で、都道府県議会議員、政令市議会議員がこのスキームを使うとですね、まあ、極端に言えば丸ごともらった所得をそのまま政治団体に寄付をして、全部5万円以下の人でしたから領収書は公開しませんということにして、まあ、全部私的に使うということもできてしまうわけですよね。で、その分税額控除丸ごと受け取ることができてしまうという、これ結構とんでもないスキームだと思いますので、やっぱこの政治家本人が自分が代表を務める政党支部に寄付をして、その分が税額控除を受けられると、政治団体に寄付をして税額控除を受けられるという仕組みについては、これは私は見直す必要があると思いますので、まあ、今回の政治改革の法案等々には入ってませんし、まあ、他党の提案の中にも入っておりませんけども、これは改めて訴状に載せる必要があるというふうに思っておりますので、政調会の方でもこれはしっかり議論をしてですね、何らか方向性を示していきたいというふうに考えております。はい、NHK の谷ですけれども、政党支部の寄付の関係ですけれども、はい、何らかの方向性を示すということでしたが、例えば法案の提出とか、まあ、どういったことをご検討されているんですか。そうですね、議員立法ということもあり得ると思います。ただこれもちろんやっぱ超党派で成立させるものですから、まあ、できる限り多くの賛同を得たいと思いますし、まあ、維新が単独で出すということも一つの選択肢だと思いますけれども、まあ、おそらく、まあ、自民党も含めてですね、今回の報道を受けて問題意識を持っていると思いますので、まあ、呼びかけながらということになっていくと思いますが、4年はまあ禁止をするという方向になると思いますけれども、そういった法案も策定というのは考えていきたいというふうに思います。はい、すみません、読売新聞の小島と申します。関連で伺いますが、時期としては、まあ、今国会中なかなか厳しいのかなと思うんですが、その辺目処は。そうですね、まあ、今国会はあと1ヶ月ということになりますし、今の政治改革の状況を鑑みればなかなか難しいと思いますので、まあ、それは議論はもう今すぐスタートいたしますけれども、まあ、臨時国会も含めてできるだけ早い時期にということになると思います。はい、分かりました。あと、まあ、政治改革の関係は今日、まあ、まず今野党で今会談をして、はい、まあ、午後には、政治改革特別委員の理事懇も予定されてますけれども、どういう姿勢でその与野党協議に臨んでいくかというのを改めてお聞かせください。はい、まあ、まず今の自民党案というのは全く話にならないというふうに思っております。先ほど申し上げたように、自公で妥協したというか合意した案についても全く前進とは評価できない内容だと思いますので、まあ、まず我々日本維新の会は企業団体献金の廃止であるとか政策活動費の公開と、まあ、一部将来的公開というのを求めてますので、これしっかり求めていくと。で、一部、まあ、野党の間でもですね、企業団体献金を廃止をするとか、その点は足並みが揃っている部分もありますので、そこについては一緒に、ね、しっかりと自民党に対処していくということになると思いますし、まあ、その点最後どう転ぶかというのはまた国対の方で流れがあると思いますけども、去年自体は変わってないというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。
あともう1点ですが、はい、昨日立憲民主党がその政治資金パーティーの開催をですね、はい、執行部に限ってその政治改革の議論の見通しがつくまでという次元的な形で、はい、自粛すると、うん、この点についてはどのように評価されますか。極めて中途半端でなかなか国民の理解得られないのかなというふうに思います。我々はかねてから、そのイコールフッティングという彼の理屈について、いやそれは一つの理かもしれないけども、禁止の法案出すんであればやっぱり自らすぐに禁止するべきですし、そういう禁止を、ね、してさえくれれば、例えば文通費の公開も自分で公開する、団体費も受け取らない、パーティーもやらないならやらないとやっていただければ法案等々も一緒に出せるんじゃないですかと、その方が絶対に迫力が出るし国民もついてきますよと、いうのを再三申し上げてまいりましたので、今回このような批判が巻き起こってですね、足踏みをしてしまったということに関しては非常に残念ですし、言わんこっちゃないというのが正直な感想です。で、今回その幹部の方が一時中止にしたということですけども、これも非常に中途半端な対応で、やめるならやっぱりやめると、もうやらないということを決めるべきですし、で岡田幹事長ですかね、昨日もこれから党内で議論したいみたいなことを言ってますけども、いやこれから議論するのかと、これ議論した上で結論が出てきたんじゃないのっていうことは、やっぱりそれはじゃあ立憲民主党さんが仮に政権取ったときにこんな大事なことをね、党内で取りまとめて法案まで出してるのに、いやなんかいろんなご意見があったんでこれからまた党内で議論しますっていうことだと、それはなかなか皆さんも不安になるんじゃないかなというふうに思いますので、いや軌道修正するということ自体を否定するつもりはありませんけども、修正するならもう思い切って、いややっぱりそれは間違ってたと、法案に合わせて我々一切今後は禁止をしますと、幹部も所属議員も含めてパーティーはこれからやりませんということをしっかり明言すべきと思いますので、本当に一回立ち止まって幹部だけ中止をして、で政治改革の議論が終わるまではということは、終わったとまたやるんですねということですから、そういった姿勢ではなかなか有権者の理解は得られないんじゃないかと思いますので、我々としては引き続きですね、ぜひこの法案を出すんであれば、まずは自ら率先垂範していただいて、そうしていただければ連携できるは増えていきますので、そうしたことをお伝えできたいというふうに思います。はい、関西テレビの鈴木です、はい、政策活動費について伺います、はい、先週この場でも質問させていただいたんですけども、その後法案提出の時に青柳議員から、はい、ちょっとまた補足があったんですけども、はい、政策活動費 の10年後の領収書と公開ですね、でこの10年後に公開されるときにはすでに政治資金規正法の実行を超えちゃってるんじゃないかっていう議論は党内どうなってますかという質問をして、で青柳議員からは党内で議論しますということでした、その後の議論の進捗はどうなったんでしょうか。いろいろご意見はありました。マスコミから指摘もありまして、確かに10年後だと時効になるような罪もあるでしょうと、言って申し訳ない、まず第三者機関が入るということになってますから、総務省なり都道府県政に提出すると、そこで、ね、第三者機関がチェックをして何か刑事的な罪があるものとか、不適切なものについてはそこでチェックが働くであろうということが1点目で、もう1点目は10年後公開されたときに、仮にそれがよく見てみたら不適切なものがあったとしたら、それは民意によって審判を受けるということですから、こうした二重で、抑止力が働くので、こうしたことを前提とすればですね、もちろん完璧な制度ではないかもしれませんけども、一定でその、何でもいいや使ってしまえと、とりあえずバレないから10年後までバレないんだったらいいやというような使い道にはならないということだと思いますので、この案については一定の合理性があるというふうには我々は整理をしています。はい、話戻りまして、はい、税控除の還流の税控除のスキームの、はい、件で今後政治資金規正法の改正 の与野党の修正協議が出てくると思うんですけれども、そこに影響するというよりはもっと長いスパンでの議論という、影響する可能性もあると思いますけどね、それは我が党だけじゃなくて、他の野党もこれはかなり問題すると思いますし、そこでやるべきだということになれば、これは今国会でそれが合意できるんであればね、速やかに禁止をすると、例えば今年度だって年末まであって、やる人は年末までやってるわけですから、今、法改正がやればね、それは止められるわけですから、それは十分可能性としてあるんじゃないかなというふうに思いますけど、やっぱりよろしいですか。はい、じゃあ以上で終了します。どうもありがとうございました。